ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙。どうした霊夢？巨大生物の話を聞きたい気分だよ。なんだよそれ。まあ、いるぜ。そうなんだ、今回も紹介してほしいな。気になるのか。いいぜ。今回は本当に実在しそうな生物なんだぜ。そうなのか。それは胸アツだね。じゃあ今回は、世界が震えた、超巨大オオトカゲが目撃され巨大な足跡も発見。全長9メートル超えの怪物は、古代生物のメガラニアの生き残りか？を紹介するぜ。それではゆっくりしていってね。まず巨大オオトカゲの恐ろしい部分から見ていこう。オーストラリアの先住民アボリジニの間では、巨大オオトカゲはバンガラゴアナなどと呼ばれ、全長が10メートルにも及ぶ怪物のような存在として語り継がれてきたんだ。それは大きすぎるね。そんな大きいんだ。そうなんだよ。オーストラリアに白人たちが移り住み始めた頃、原住民たちはバンガラの存在を常に警戒すべきであると入植者に語ったらしいぜ。オーストラリアの北西部に住むとある部族曰く、ヤブの中に住む、自分たちを含め全ての生き物は巨大なトカゲを恐れながら生きていると言われているくらいらしいぜ。性格とか含めて言っているのかもしれないね。ここからは世界中で発見されてきた、巨大なオオトカゲの目撃情報について見ていこう。まずは1890年だぜ。オーストラリアのビクトリア州、ユーロアという村に巨大なオオトカゲが出現し、住民たちを恐怖に包み込んだんだぜ。やはりとんでもないサイズだね。目撃者によるとオオトカゲの全長は9メートルあり、農場に侵入して家畜を襲い、多数の足跡を残してヤブの中に去っていったらしいぜ。人間に対して危害を加えられなくてよかったね。本当だぜ。このオオトカゲを捕獲するために40人の捜索隊が組まれ、捕獲用の網や銃、猟犬まで伴った大規模な捜索が行われたが、何も見つけることはできなかったらしいぜ。大きいからすぐ見つかりそうなのにね。続いて1961年だぜ。クイーンズランド州のイーサ鉱山付近で、漁師と仲間たちが砂嵐を避けるために避難小屋へ行く途中、恐竜のような生き物が道路を横切るのを目撃したそうなんだ。無事に避難小屋にたどり着いたものの、身の危険を感じた彼らは砂嵐が過ぎ去ってから逃げるように帰宅したらしいぜ。砂嵐という視界の悪い環境だし、安全を考慮して帰宅したのはいい判断だったね。そうだな。続いて1968年、オーストラリア北東部のロックハンプトンの山林で訓練を行っていた兵士が、湿地帯で何者かに引き裂かれた牛の体を発見したそうなんだ。体のそばには巨大な足跡と尻尾とおぼしきものを引きずった跡が残されていたらしい。ドラゴンか何かか、って思ってしまうよね。ありえないだろうけど、考えてしまうよな。謎の痕跡は森林地帯にも残っていたため、牛は別の場所で、されてから運ばれてきたと推測されるんだ。また、同地域で牛を丸して運ぶほどの生き物が他に存在しないため、犯人は巨大なオオトカゲだろうと言われているんだ。そんなサイズの生物なかなか存在しないからね。そうなんだよ。その通りで、足跡は幅がおよそ40センチもあり、ここから導き出されるオオトカゲの全長は9メートルに達するのではないかと言われているぜ。サイズが最初の目撃談に近いから、もしかしたら同一個体なのかもしれないね。確かにな。次は1974年、ニューサウスウェールズ州セスノックで、住民が家の椅子に座ってベランダから庭を眺めていたところ、低木の茂みから巨大なトカゲが出現し、奥の駐車場に停めたバンと、彼の目の前の間の原っぱを通り過ぎていったそうなんだ。怖くて声も出なかっただろうね。そうだよな。住民は恐怖で椅子に張り付いていたが、後になってバンの長さを調べてみると約 5.4 メートルだったことから、オオトカゲの全長は少なく見積もっても6メートル、体高は90センチはあったと推測しているらしいぜ。今までのに比べると少し小さいかもしれないけど、それでもかなり大きいサイズだよね。うむ。次は1975年、なんと3件の目撃情報があったんだ。まずオーストラリア東南に位置するニューサウスウェールズ州で巨大なトカゲが目撃されたんだ。随分とまとまった目撃証言が出てきたんだね。そうなんだよ。二人の農夫が車で道を走っていると、巨大な大木が道を塞いでいたんだ。進路の邪魔になるから、二人は車から降りて大木をどかそうとした。すると大木が動き出したんだ。なんと巨大なトカゲだったそうだぜ。とてつもなく大きい見た目だったんだね。
道から首が出ていたから、顔は確認できなかったらしいけどな。次は12月だぜ。ワインの生産地として有名なセスノックでもオオトカゲが目撃されたんだ。農家の納屋の近くに現れ、全長が9メートルもあるのではないかと推測されているんだぜ。またまたとんでもなく大きいなぁ。そうなんだよ。体高は1メートルほどという大きさで、体重は900キロくらいありそうだと、目撃者は話しているそうだぜ。ちなみに9メートルの爬虫類といえば恐竜にも匹敵する大きさらしいぜ。とんでもないね。そして最後、同じセスノックで体長7メートルのトカゲが目撃されているんだ。こうした結局いろいろな観点から爬虫類学者の見解としては、実在の可能性が高いものとして広まったらしいぜ。なんと、学者お墨付きの情報なんだね。そういうことだな。まだまだ続くぜ。次は1978年、ノーザンテリトリー北部のアーネムランドで、男性と友人たちが泥道を四輪駆動車で走っていたところ、何か巨大なものが目の前に立ち塞がったそうなんだ。何かの見間違いではないかと思うよね。車を急停止させて正体を確かめに行ったところ、それは後ろ足だけで直立したオオトカゲだったらしいぜ。立ち上がった背丈だけでも 2.4 メートル、尻尾の長さは5メートル近くあったそうだ。もはやゴジラだね。ほどなくしてオオトカゲは二足歩行のまま飛び跳ねるように走り、付近の茂みに姿を消したそうだぜ。目撃者の男性は、そのスピードが時速30キロくらいだったと証言しているそうだぜ。なかなか速いね。原付バイクくらいのスピードあるということだもんね。そういうことだな。次は1979年1月、男性がピンダラ市立病院の近くの荒れ道を四輪駆動車で走っていたところ、付近の低木の茂みから巨大なトカゲが姿を現し、道路を横切るように歩いていったそうだぜ。全長 7.5 メートル、胴の幅が60センチ以上あり、4本の足は強靭だったそうだ。早く逃げて。トカゲは歩いている最中に男性を睨みつけ、怖くなった男性は開けていた車の窓を素早く巻き上げたらしいぜ。見てはいけないものを見てしまった感があるよね。だな。次に1979年初旬、爬虫類学者が、ワタガン山脈をランドローバーで走行中に、全長8から9メートルはあろうかというオオトカゲが道路脇で寝そべっているのを目撃したらしいぜ。学者の気配に気づいたオオトカゲは体を起こし、森の中へ去っていったそうだ。全然オオトカゲの方が体が大きいんだから、襲われてもおかしくなかったのになぜか逃げたんだね。確かにな。次は1981年1月、ビクトリア州ウォンガラッタにニウサギ漁に訪れた人が、同地域を流れるオーブンズ川で、70メートルほど離れた対岸の土手に横たわる巨大な丸太のようなものを目撃したんだ。これはもう完全に見間違いのパターンだね。最初はそれほど気に留めず歩き去ったが、再び同じ場所に戻ってきた時には丸太が消えていたらしいぜ。丸太の長さは 4.5 メートルほどあり、表面は灰色がかった茶色だったと証言しているそうだぜ。流れてしまったにしては大きすぎるよね。うむ。最後は1982年4月、男性が西オーストラリア州カラサに向かって四輪駆動車で走行中。ニッコル川埋め立て地付近で道路を塞ぐオオトカゲに遭遇したらしいぜ。本当に迷惑な生物だね。背中にはまだら模様があり、頭から尾の先までの長さは道路の幅を完全に超えていたらしいぜ。全長は少なく見積もっても 6.6 メートルはあっただろうと推測されているぜ。何個も目撃談があるけど、共通してとんでもなく大きいサイズのオオトカゲばっかりだね。そんな大きなサイズのトカゲという特徴から、目撃者や研究者の間で、ジャイアントモニターや、メガモニターリザードなどと呼ばれているらしいぜ。そうなんだね。ニューサウスウェールズのマウントヨーク自然史博物館で館長を務めるレックス・ギルロイ博士という人物がいるんだ。未確認生物研究の先端でもある彼の元にはユーマに関する目撃情報が数多く寄せられているらしいぜ。有名な人なんだね。そうなんだよ。そんな中、このオオトカゲに関する情報が1979年11月15日に、フィリスという女性から送られてきたらしいぜ。その事件は今から47年ほど前、フィリスが10歳の時に起こったそうなんだ。ふむふむ。あの時、私たち一家は西オーストラリアのコリギンから少し離れた峡谷地帯に農場を構えていました。ある日、私が原っぱに遊びに行った時、一本の丸太をジャンプして飛び越えました。あ、これってもしかして。しかし、その丸太は巨大な見たこともない爬虫類でした。すぐに家に戻り、家族には二のような大きな生き物を見たと話しました。
大きな爬虫類は、この辺りでよく目にするレースオオトカゲにしてはあまりにも大きすぎたのです。やっぱりオオトカゲだったんだね。本当に丸太そっくりなんだね。そうみたいだな。フィリスはこのオオトカゲについて、全長は 3.6 メートル、体表はワニのようなゴツゴツした質感と色合いをしていたように見えたらしい。ただ、フィリスは恐怖のあまり気が動転していたことからそれ以上その爬虫類をはっきり見ることができなかったらしいぜ。それはそうなるよね。だって丸太だと思っていたんだから。うむ。しかもフィリスはこの経験を長い間人に話しているが誰も信じてくれないそうだぜ。フィリスの家族も幻覚でも見たのだろうと相手にしてくれなかったそうだぜ。かわいそうに。そんな手紙を見て、ギルロイ博士は調査を開始したんだ。農地に残された巨大オオトカゲの足跡とおぼしき謎の足跡の調査を行ったところ、足跡は耕作地に30個にわたって続いていて、その大半は雨で原型をとどめていなかったんだ。やはり厳しいのかな。ギルロイ博士は頑張ってなんとか一つの足跡から石膏を取ることに成功したんだ。そして分析の結果、その足跡は絶滅したはずのメガラニアの足跡と酷似していてメガラニアは今も生きており、生態あるいは死骸を確保することは時間の問題だと主張しているんだ。うわ、かなり大きいね。けどこの生物はいきなり出てきたけど一体、絶滅してしまったんだが、巨大な通り魔という名前の意味を持つオオトカゲで全長 5.5 メートル、最大のものは7メートルを超えたとされているんだ。目撃証言にある丸太のような胴体や頑丈な獅子など、メガラニアの特徴には一致する箇所が多いらしいぜ。へえ、かなり興味深いね。実は2000年代にメガラニアの骨が見つかっているんだ。2000年代のある時期、クイーンズランド州中部のある農家が、自分の土地で珍しい大量の骨を見つけたそうなんだ。大発見だね。農家は大発見をしたと思い、その骨をブリスベンの大学に寄贈したんだ。この骨はすぐにメガラニアであると判明したが、なんとこの発見は報告された後すぐにもみ消されたと言われているんだ。怖すぎるよ。なんでなの？その理由は、この生物の骨は300年以上前のものではないから、というものらしいぜ。もし、その骨格が300年前のものであれば、メガラニアは氷河期以降も生存していたことになり、現在でもオーストラリアの奥地に生息していてもおかしくないということになるからだぜ。なるほど、定説が覆ってしまうと都合が悪いからなんだね。これが事実なら本当に実は絶滅していないのかもしれないな。ここまでオーストラリア各地で巨大オオトカゲがよく目撃されているということを話してきたが、その正体の最有力候補は今からおよそ4万年ほど前に生息していたメガラニアではないかと言われているんだ。やっぱり最有力説なんだね。そうなんだよ。さっきも話した通り、巨大な通り魔という名前の意味を持つこのオオトカゲは全長 5.5 メートル、最大のものは7メートルを超えたと言われているんだ。見た目もそうだが、丸太のような胴体や頑丈な獅子など、メガラニアの特徴には一致する箇所がやっぱり多いんだよな。丸太という単語がよく出てくるからね。そういうことだ。まあたとえメガラニアが絶滅したとしても、メガラニアの子孫が種のつながりを維持して現代まで生き延びた可能性はかなり高いということだ。なるほどね。他にオーストラリアに生息する巨大爬虫類といえば、世界最大のワニにして爬虫類であるエリエワニが最も有名で、全長5、6メートルクラスのものがゴロゴロいるんだ。だから、ワニを誤認したと考えるかもしれないよな。フォルムは似ているからね。ただ、目撃証言はトカゲだったと主張しているものがほとんどだから、全部ワニの誤認と片付けるのは無理があるのかもしれないな。やっぱり存在しているのかもしれないね。だとするととんでもないことだよね。本当、激アツな話だぜ。そんなメガラニアだが、一旦どんな生物なのか。およそ4万年前、新生代第4期更新生のオーストラリアに生息していたオオトカゲの一種なんだ。系統については諸説あり、コモドオオトカゲに近いという説や、ペレンティオオトカゲや百目オオトカゲ、スナオオトカゲらに近いとする説があるんだぜ。なんで絶滅したのだろう。まあまあ焦るなよ。近縁なトカゲ18種のデータから推定された走行速度は時速 9.4 から 10.8km くらいとされているらしいぜ。また、コモドオオトカゲをはじめとした数種のオオトカゲから毒性が知られているが、メガラニアが毒性を持っていたかは不明らしい。ちなみにもし有毒であるならば、史上最大の有毒生物らしいぜ。そうなんだね、そんな大きな生物が毒を持っていたとしたら怖すぎるね。
絶滅の原因についても研究が行われており、気候変動や筋肉の組成や量などが当時入植してきた人間に比べ非効率的であった点などが挙げられているんだ。結局のところは絶滅した理由ははっきりしていないんだけどな。人間の方が強かったんだね。まあそういうことになるな。でもそんな生物がもし生きていたとしたら、まだ勝負は終わってないな。今回の解説どうだった？オオトカゲという巨大生物がまだ生きている可能性があるなんてロマンがあるね。ましてや証拠消されているんだし、本当にいるのかもね。確かに、オーストラリアにはいるのかもしれないな。大きいからすぐ見つかりそうなのにね。そうなんだよな。なんで見つからないんだろうな。ということで、世界が震えた。超巨大オオトカゲが目撃され巨大な足跡も発見。全長9メートル超えの怪物は、古代生物のメガラニアの生き残りか？終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。